グラビアを生成したいでも何のモデルを使って生成したらいいのかわからない。と困っている人はいるでしょう AI グラビアを生成するならブレイシングエボミックスがおすすめですリアル実写の画像生成に適していてクオリティが高いのでかわいいアイグラビアの画像生成をすることができますこの動画ではステイブルディフュージョン WebUI を使ってブレイシングエボミックスのモデルで AI グラビアを作成する方法について解説します まず最初にブレーシングエボミックスのダウンロード URL を取得する必要がありますブレーシングエボミックスのモデルはハギングフェイスのサイトで配布されていますまずハギングフェイスのサイトにアクセスしてください左上にある検索場所からブレーシングエボミックスと入力してくださいすると検索候補の右側にブレーシングエボミックスと書かれた項目が出るのでクリックしてくださいこれでブレーシングエボミックスのページに来ました 概要欄にページリンクを貼っているのでそこからアクセスしてみてください。次に、ファイルバージョンをクリックしてください。Google Chrome の場合ですが、ブレイシングエボミックスのバージョン 1. セーフテンソルの右側にあるダウンロードボタンにマウスカーソルを合わせてから右クリックしてください。リンクのアドレスをコピーをクリックすることでダウンロード URL を取得することができます。Google コラボでコードを追加するについて、 ブレイシングエボミックスのモデルを使用する場合は Google コラボ内のコードに貼り付ける必要があります。概要欄に貼っている Google コラボにアクセスしてください。左上にあるファイルからノートブックを新規作成を押してください。研修からノートブックの設定を押してください。ハードウェアアアクセラレータの項目から GPU を選択してから保存を押してください。左上にあるコードを押してください。 コード内にブレイシングエボミックスを使用するためのコードを追加しましょう。わからない人はブログ内でコードを貼って解説しているのでコピペして使用するといいでしょう。ブログは概要欄に貼っています。AI グラビアを生成するについてステイブルディフュージョンウェブ UI を起動したら左上にあるチェックポイントモデルかブレイシングエボミックスを選択してください。可愛い,い美女を画像生成するならプロンプトにマスターピース ベストクオリティは必ず入れた方がいいです。また、ネガティブプロンプトには低い品質を省くための呪文となる、ワーストクオリティ、ロークオリティ、ノーマルクオリティも入力しておくことをお勧すすめします。AI グラビアを生成したい場合は、水着をつけさせたいのでプロンプト内に、ビキニの呪文を入れるようにしましょう。追加したら右側にあるジェネレートボタンを押してください。画像生成した結果がこちらになります。 可愛いアイグラビア画像を生成することができました。商用利用について。作者のサイトでは、このモデル生成した画像を商用利用するに OK が出ているので可能ですが、変更が出る可能性はあるので、しっかりと利用規約は見ておくようにしましょう。まとめです。ブレイシングエボミックスを使用するときは、ダウンロード URL をハギングフェイスから取得しましょう。取得したら Google コラボ内でコードを追加することで使用できます。 AI グラビアを生成する場合はプロンプト内にビキニの呪文を入れましょうブレイシングエボミックスのモデルはリアル実写の画像生成に適していますクオリティの高い美女の画像生成ができて AI グラビアの生成が可能なので是非使ってみてください以上でブレイシングエボミックスを使って AI グラビアを生成する方法について解説しました アイゼネではエアイ政策に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。